アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。それに魅了されたトムが巨漢が悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やり茶です。令和5年11月12日場所は大阪鶴見緑地球技場にて、 2023X3 リーグ第4節、本日組まれました最後の一戦となります。サイドワインダーズ対クラブウェアーズの一戦が間もなく行われます。試合開始14時20分キックオフ予定となっております。両チーム試合に先立ちましてウォーミングアップへ、間もなく始まります試合開始の時を迎えようとしております。両チームのご紹介をさせていただきます。手前側に陣取りますのが本日はホームチームという扱いになっておりますサイドワインダーズです。チームからのブラックをまとっております。創部は1970年と関西社会人最古の歴史を誇る古豪の中でも最も権威ある古豪のチームです。創部当時は京都大学、日本大学、立命館と当時のアメリカンフットボールの強豪校が中心になりまして結成されましたチームです。かつては岩谷をメインスポンサーとし、岩谷サイドワインダーズとして X1 でもその雄姿を届かせておりました。現在はノンスポンサーとなっており、そして昨シーズン X2 において入れ替え戦で磯のスーパースターズに敗戦しまして、残念ながら今季 X3 という地位にありますが、しかし今季非常に大きなチャンスを得たシーズンになっております。一気にこのまま X2 返り咲きを目指さんと今シーズンこの第4節の一戦に臨んで挑んでおります。しかしこれに待ったをかけんと、対戦しますのが本日の対戦相手になります。ホワイトのユニフォームをまとっておりますクラブベアーズです。かつてはマイカルベアーズという名前で関西においてその雄姿を届かせておりましたチームです。マイカルベアーズと聞けばオールドファンはみんな震えるような感動を覚えるかもしれません。かつてはパナソニック、そして現在はエレコムとなっているサンスターとともに関西三強の一角を担っておりました実業団チームでした。しかしマイカルが撤退しましてから後にクラブチームとして、方針を転換し、なかなかスポンサーが定まらない状況の中、現在は X3 に甘んじております。しかし今季も非常に調子、今季戦力立て直しが徐々にままなってきておりまして、前節は琉球を倒しまして今季初勝利を遂げております。その両雄による一戦が間もなく行われます。実はこの一戦はこの B ブロック、もしかしますと最後に波乱が起こるかもしれない一戦となっております。勝ち星で言いますならば、現在はサイドワインダーズが2勝1敗、そしてクラブベアーズが1勝2敗、そして昨シーズンの戦績から見出してもサイドワインダーズがおそらくは優位ではないかという状況にありますが、しかしもしこの一戦でサイドワインダーズがベアーズが勝利し、サイドワインダーズを倒すとなりますと、ともに2勝2敗となります。さらに言うならば、この直接の対戦成績は優劣を示すことになり、ベアーズが勝利した場合は同率勝ち星の場合、ベアーズの方が上位になるという逆転が起こるかもしれない一戦になっているという状況です。そして今シーズンは他の試合でもご紹介しましたが、上位3チームに入れるか否かが来季における大きな分水嶺となります。3勝2敗という状態になりますと、ここにおける優劣が最終的に昇格者、そして降格者や現状維持のいずれかという形の分水嶺になる可能性があります。その意味におきましても、この第4節のこの一戦、非常に大きなウエイトを占める一戦となります。ぜひご視聴かなう方々はご注目ください。ピノさんは早速チャット内のメッセージありがとうございます。ベアーズ頑張ってくださいのメッセージは、これはベアーズの方々に対して大きな励みになるでしょう。先ほど申し上げました通り、この一戦はベアーズにとっても大きな一戦になります。あわよくば X2 に返り咲けるかもしれないという起死回生の一戦になるかもしれないこの一試合。さあ果たして制するのはどちらとなるでしょうか。まもなく試合開始のなるその前になるコイントスが行われています。フィード上、先ほどまで降っておりました雨は上がりましたようですが、しかし風が出てまいりました。
雨の後の風ですので非常に冷え込みが強くなってきております。この点もこの勝敗において大きな要因になる可能性が出てまいります。サイドワインダーズキックオフ、クラブウェアーズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式ゲージで行われます。本日の配信第3試合のメンバー表は残念ながら私の手元には届いておりません。面会にありますメンバー表でのご紹介となります。メンバー変更等がございました場合、変わった別の方のお名前を読み上げてしまっている可能性がありますが、何卒ご了承をお願いいたします。まず試合はサイドワインダーズのキックオフで始まる形になります。キックオフしますのはサイドワインダーズ12番の田原が務める模様です。立命館大学出身です。失礼しました。キッカーは0番の選手が入っております。おそらく0番は、神戸です。神戸学院大学出身。さあベアーズはリターナーを2枚配置しています。さあ短いキックを蹴った。これをベアーズは早い地点で確保しまして、攻撃位置を確保しております。まず自らが攻撃を円とする形の短いキックを蹴りましたが、これはベアーズを抑えました。ベアーズ自陣40ヤードからの攻撃となります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とし、ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表します。攻撃権は4回で10ヤード前進し、攻撃権更新とするか、相手陣地奥深くにある得点エリアエンドゾーンを目指します。まずはベアーズの攻撃。ベアーズ自陣40ヤードからファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は10ヤード。さあまずランプレーから入ります。ハンドオフをランニングバックに託しまして、ランニングバック中央密集点をトップ測りまして、約3ヤードから4ヤードのゲインとしました。託されましたランニングバックは45番のプレイヤーです。45番の川端、北大津高校出身のプレイヤーです。さあこれによりベアーズは2回目の攻撃に入ります。セカンドダウン7、2回目の攻撃、攻撃権更新必要距離7ヤードとなりました。ボールオンは自陣43ヤード。今度はサイドワインダーズナイスディフェンス。再び中央へのランプレーを展開しようとしましたが、ここでサイドワインダーズ77番が見事に切り込みまして、このランを阻止しております。サイドワインダーズ77番、素晴らしいプレーでした。残念ながら最初の面間表ではいただいておりませんので、お名前の呼称はできません。失礼いたします。さあクラブベアーズサーダウン7、3回目の攻撃突破なるでしょうか。この7ヤード、ここでベアーズオプションプレーで QB 自らがキープを展開しようとしました。しかしこのランプレーをサイドワインダーズ1番見事に対応しまして、このランプレーを阻止しております。フォースダウンに変わります。見事な対応をしましたのはサイドワインダーズ1番の中田です。桃山は学院大学出身。クラブベアーズフォースダウン7、フォーメーションを変えます。パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる陣地挽回を図るプレーです。しかしパントはキックによる攻撃を放棄する形になります。さあその放棄する代わりに得られる陣地どこまで返す形になるでしょうか。ここでホイッスルが鳴っています。審判団からイエローフラッグが投じられております。
オフェンスのディレイオブザゲームの反則です。オフェンスには制限時間があります。この制限時間内にプレーをしないと5ヤード抜退という形になります。従いましてクラブベアーズ5ヤード下がりましてフォースダウンやり直しとなります。クラブベアーズフォースダウン12、パントフォーメーションを取ります。ここでイエローフラグが投じられています。反則があった模様です。ディフェンスにオフサイドの反則がありました。ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。しかしこれをベアーズは取りません。先ほどのプレーを有効としまして攻守交代成立となります。攻撃権は変わりましてサイドワインダーズに変わります。アメリカンフットボールはこのように4回の攻撃権を駆使しまして10ヤードの前進し攻撃権更新を繰り返すかエンドゾーン得点エリアを目指します。まずそれによりましてサイドワインダーズの攻撃に変わりました。サイドワインダーズ自陣30ヤードからのファーストダウン10、パス不成功。ここでサイドワインダーズはまずパスプレーから入りました。オフェンスチームはボールプレーの開始点から後方より一度だけ前にパスを投げることができます。この権利を使いまして一気に前進図らんというプレーでしたが、しかしこれはベアーズのディフェンスのカバーもよくパス不成功となっています。前パスは失敗ですとボールは元の位置に戻され次の攻撃に変わります。従いましてサイドワインダーズ位置変わらずセカンドダウン10の状況になります。サイドワインダーズセカンドダウン10、これはベアーズナイスです。ここでサイドワインダーズはランニングバック0番にハンドオフしまして中央トップ図らんというところでしたが、ここでベアーズ66番見事なプレッシャーをかけまして約2ヤードから3ヤードロスを奪っています。結果的に止められたところまでが前進交代の距離となりますので、サイドワインダーズは3ヤード下がる形になります。見事なタックルをしましたのはベアーズの66番の斉藤です。立命館大学出身。さあサイドワインダーズサーダウン13の状況を突破なるでしょうか。パス成功、ナイスパスカット。ここでパスプレーによってワイドレシーバー24番にそのパスを投じましたが、このキャッチ直前のところでベアーズ17番が見事なパスカットしましてパス成功。サイドワインダーズフォースダウンに変わります。素晴らしいパスカットを決めましたのはベアーズの17番の橋本でした。京都府立大学出身のルーキー。サイドワインダーズフォースダウン13、パントフォーメーションを取ります。このパントはハーフウェイを越えたところでボールデッドとなりました。この位置で攻守交代となります。双方とも最初のシリーズはパントという形に終わりました。展開としましてはクラブベアーズが各選手プレーヤー気合いみなぎるプレーを見せているといった印象を受けます。さあ攻守変わりましてクラブベアーズ2回目の攻撃シリーズに入ります。ボールオンは自陣47ヤードからのファーストダウン10、パス不成功です。クォーターバック6番右に展開していた82番にパスを投じましたがディフェンスのプレッシャーからかパス不成功となっています。クラブベアーズセカンドダウンに変わります。
クラブベアーズセカンドダウン10。ここでオプションプレーを選択しました。オプションはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーで、ランニングバック28番にピッチし託しましたが、しかしこれはサイドワインダーズ抑えておりまして、ノーゲインとなっています。クラブベアーズサードダウン10となります。ここでスクリーンパスを投入しました。スクリーンパスはロングパスを投じると見せ、ディフェンスのなしを中へ切れ込ませ、そのすれ違いざまランニングバックにキャッチアンドランを図らせるブロッカーのつけたデザインプレーでしたが、しかしこれをサイドワインダーズ見事に対応しておりまして、フォースダウンに変えます。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入っております。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。画面上に映し出されておられます数多くの企業様、そして個人様のご寄付、ご支援によりまして、この企画は実現いたしました。皆様のご厚情、大変感謝申し上げます。この企画は現在も申し込みを受け付けております。 YouTube 配信欄、こちらのページにあります、説明概要欄にその申し込みとなるショッピングカードございますので、この内容をご覧いただき、企画ご同意くださいます方々おられましたら、ぜひよろしくお願い申し上げます。試合再開です。クラブベアーズフォースダウン7パントフォーメーションです。さあサイドワインダーズリターンに入る。これもベアーズなんとかカバーしまして、サイドワインダーズ陣20ヤード付近でボールデッドし、この位置での攻守交代となります。さあ互いにこの試合の意味合いが大きく理解伴ってのウェイトになっているのでしょうか。ともに膠着状態にあります。サイドワインダーズ2回目の攻撃シリーズに入ります。ボールオンは自陣21ヤード。パス不成功。さあパスプレーから入らんというところですが、このパスはオーバースローしまして、パス不成功となっています。サイドワインダーズセカンドダウンの攻撃に変わります。またベアーズ非常にディフェンスバック陣がレシーバーにプレッシャーをかけている印象も受けます。サイドワインダーズセカンドダウン10。パス不成功。今度は左側にいました8番へのパスでしたが、8番キャッチミス、パス不成功でサードダウンに変わります。前節まで好調でしたパス攻撃が本日は機能していない感があります。ディフェンスのカバーもありますが、もしかしますと今現在の天候、気温が大きく影響している可能性があります。サイドワインダーズサードダウン10。パス不成功です。クォーターバック16番プレッシャーを浴びながら、なんとかパスを投じましたが、コントロール上ずりまして、パス不成功、フォースダウンに変わります。サイドワインダーズフォースダウンパントフォーメーションを選択します。
このパントはベアーズ陣40ヤード付近でボールデッドとなり攻守交代となります。古豪同士その闘志あふれる状況みなぎってか現在面白い膠着状態に陥っている感が見受けられます。さあ攻撃権変わりましてクラブベアーズの攻撃になります。ボールオンは自陣42ヤードか43ヤードからの攻撃です。クラブベアーズファーストダウン10。中央へのランプレーです。何枠45番粘りましたが最終的にはサイドワインダーズ23番がタックルしましてゲイン1ヤードにとどまっております。タックルしましたのは23番の石原でした。大阪産業大学出身。クラブベアーズセカンドダウン9。パス成功。クォーターバック6番内側に切れ込んできたワイドレシーバー85番にパスを通しまして約7ヤードのゲインに変えています。見事なパスを通じましたクォーターバック6番は杉谷。大阪体育大学出身の52歳。取りましたワイドレシーバー85番は西へ。大阪教育大学出身の51歳です。ともに50オーバー100オーバーのプレイヤーのコンビネーションです。クラブベアーズサーダン2。パス不成功。クォーターバック6番右に展開したタイトエンド92番へのパスでしたが92番キャッチミス。パス不成功によりフォースダウンに変わります。クラブベアーズフォースダウン2。パントフォーメーションを取る模様です。ボールオンは相手陣49ヤード。このパントはエンドゾーンに入りましてタッチバックとなります。パントのボールがエンドゾーンに入りますとタッチバックの判定になり相手チーム自陣20ヤードからの攻撃に変わります。攻守交代になりましてサイドワインダーズの攻撃に変わります。サイドワインダーズ自陣20ヤードからの攻撃に入ります。サイドワインダーズファーストダウン10。南2枠0番ハンドオフから左オープン展開を図りディフェンスのプレッシャーある中内側に切れ込んで約3ヤードのゲインに変えています。オフェンスラインも非常に強いヘルプを加えてなんとか前進を確保しております。南2枠0番は神戸です。神戸学院大学出身。サイドワインダーズセカンドダウン7。何枠0番再びハンドオフ託されまして中央切れ込み約6ヤードのゲインに変えています。さあまずこの攻撃のランによって状況打開図らんといった感が見受けられます。サイドワインダーズサーダン残り1ヤード。
ただきます。ナイスゲーム、ファーストダウン。ランニングワーク01、三度のハンドオフ託されまして中央突破、タックル受けましたがそこから素晴らしいセカンドエフォートで前進図りまして攻撃権更新です。サイドワインダーズファーストダウン、まずこの攻撃のランによって攻撃権更新を果たしました。さあ一つ攻撃権更新を果たしたサイドワインダーズ、ボールオンは自陣44ヤードからのファーストダウン10。パス成功、ファースター、今度はパスが決まりました。クォーターバック右に展開しておりましたワイドレシーバー10番にパスを通し、10番ヒットを受けながらキャッチアンドランし攻撃権更新です。サイドワインダーズファースター、パスキャッチで攻撃権更新を果たしましたのはワイドレシーバー10番の浦田です。大阪産業大学出身。サイドワインダーズファーストダウン10。ナイスラン、ファースト。今度はランニング枠10番に託しました。ハンドオフを受けました10番、左オフタックルを見事なステップワークで切り抜けまして攻撃権更新です。サイドワインダーズファースト。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして、サイドワインダーズ0点、クラブベアーズ0点、攻守方向入れ替え、これより第2クォーターに移ります。アメリカンフットボールは試合を4つに区切って行います。それぞれをクォーターと称し、第1第2クォーターを前半、第3第4クォーターを後半とします。第1と第2、第3と第4の切り替えでは攻守の方向を入れ替え、前半と後半の切り替わりではタイムアウト、ポジショニングをリセットして試合を行います。まずはその序章となる第1クォーターは双方ともにディフェンスの奮闘も見えまして、ともに無得点という形に終わりましたが、その終盤サイドワインダーズがランパスともに決まり始めまして、一気に相手陣深いところに攻め入ったところになっております。さあしかしこの勢いがこの攻守方向変わります第2クォーターに入りましても同様の機能が果たせるでしょうか、あるいはこれを貴重な水入りとしましてベアーズがこの攻撃を止める形になるでしょうか。注目の第2クォーターの序章の攻防戦にご注目ください。これより第2クォーターに入ります。攻守方向変わりましてサイドワインダーズ右から左に攻める形になります。ボールオン相手陣15ヤードからサイドワインダーズファーストダウン10。パス不成功、ここで一気にタッチダウンを狙わんとエンドゾーンへのパスを投じました。しかしこのパスはディフェンスレシーバーがレシーバーをディフェンスがカバーしていたため不成功となっています。ダウン一つ変わりまして、サイドワインダーズセカンドダウンに変わります。サイドワインダーズ相手陣15ヤードからセカンドダウン10。さあ今度はランプレーです。ランニングバック10番ハンドオフを託されて左オープンに展開、相手の裏を突くようにカウンターを決まる形で約9ヤードのゲインとなっています。見事なランを披露しましたのはサイドワインダーズ10番の浦田でした。大阪産業大学出身。
サイドワインダーズ、サードオン残り1ヤード、ボールオンは相手陣6ヤードです。さあ中央でのプレーだ。判定はどうか。ここはベアーズ踏ん張りました。攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンと変わるようです。さあこの1ヤードを果たしてどのように取るでしょうか。サイドワインダーズ、あるいは攻め方を変えるでしょうか。プレーを選択します。フォースダウンギャンブル、タッチダウンを狙いに行きます。サイドワインダーズ、フォースダウン残り1ヤード、ベアーズナイスディフェンス。ここで選択したのはクォーターバック19番のキープレーでした。しかしそれをベアーズ4番が襲いかかり、このランプレーを阻止、4回目の攻撃失敗という形になりましたので攻守交代です。攻撃権変わりましてクラブベアーズの攻撃になります。ベアーズ4番川口の素晴らしいタックルでこの窮地を脱する形になりました。龍谷大学出身、さあ非常に大きなシーンがありました。ここで状況変わるかと思われましたが、ベアーズの攻撃に変わっております。ベアーズ最初の攻撃、まずランプレーから入りました。中央突破を図りましてゲインは約2ヤードほど確保しています。クラブベアーズセカンドダウン8、パス成功。左側に降りましたワイドレシーバーにパスを投じまして、そこからのキャッチアンドランで約2ヤードほどゲインとしています。クラブベアーズサードダウン6です。失礼しました、サードダウン5に訂正します。クラブベアーズサードダウン5、パス不成功。ここで左に流れてクォーターバック6番、レシーバー内側に切れ込んだ選手にパスを投じましたが、このパスはキャッチミスし、パス不成功となっています。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが取られています。この配信をご覧いただいている皆様にお願いがございます。できましたら内容がその意に沿っていましたらで結構です。この配信の高評価ボタンないしはチャット内のメッセージ、簡単なので結構です。記載いただけると大変光栄です。 YouTube はその高評価そしてメッセージによりまして他の方々にご案内するか否かを判断しているというふうに聞いております。この点ありましてもできましたら多くの方々にコメントそして高評価いただくことによってこの試合をいろんな方にご覧いただく機会が招けますので何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。このパント結果的にはハーフウェイ付近までボールを返す形になりまして攻守交代となります。クラブベアーズ先ほどの、ビッグプレーによりまして攻撃得ました攻撃権でしたが結果的にはそれを反撃の糸口にはできませんでした。しかし陣地押し返す形には成功しました。さあこれが果たして今後の展開にどのように影響するでしょうか。
しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。失礼いたしました、反則が発生しております。さあこの判定は果たしてどのようにコールされるでしょうか。先ほどのプレーでディフェンスチームであるサイドワインダーズにオフサイドの反則がありました。従いまして5ヤードのバッターを受ける形になります。ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。従いましてクラブベアーズフォースダウンやり直しという形になります。フォースダウンインチの状況でのクラブベアーズフォースダウンとなります。ここでホイッスル、クラブベアーズここで前半1回目のタイムアウトを取りました。陣地としては非常に厳しい状況ですが、攻撃権更新の可能性が出ましたこの残り距離の状況でここでタイムアウトを取ります。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。この企画が成り立ちましたことによりまして、会場にお越したことが叶わない方々、ご病気をお持ちの方々、ご高齢の方、海外におられて国内、ないし遠方地におられて来ることが叶わない方々にもこのアメリカンフットボールをご覧いただくことが可能になっております。できる限り多くの方々にアメリカンフットボールに触れていただきたいと実現しております。この企画ぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあタイムアウトを解けまして試合再開です。クラブベアーズフォースダウンインチです。さあフォーメーションはどうやらパントフォーメーションを取っているようです。このパント高パントとなりまして相手陣40ヤード付近まで押し返す形に成功しました。攻守交代となります。チャット欄へのメッセージありがとうございます。ビッグ T 様、実況が聞きやすいです。これからも選手名を言うときは出身大学を付け出してもらえると仲間の活躍分かるので嬉しいですというコメントありがとうございます。メンバー表に関してですけれども、本日の発表されていますメンバー表は残念ながら手元に届いておりません。ですので当初に交付されております、選手名鑑を元にしておりますので、若干お読みする選手が異なっている場合はございますが、なるだけその名鑑にあります出身校等を読み上げられるよう全力を尽くしたいと思います。さあ攻守変わりましてサイドワインダーズボールオン自陣42ヤードからの攻撃。さあクォーターバック構えてパスを投じる、パス成功、ナイスディフェンス。クォーターバックなんとかパスを通さんとギリギリまで耐え忍び、そしてロングパスを投じました。ターゲット8番でしたが、これを見事にベアーズ20番がカバーしております。パス不成功によりセカンドダウンに変わります。ヒロカナタ様、ベアーズの杉谷選手50代なのにプレーしているのにすごいねのメッセージありがとうございます。杉谷選手、私と実は言いますと、階層は違いますが年齢としては同世代です。当時から関西では指折りのアスリートクォーターバックでした。さあサイドワインダーズの攻撃、ここはランニングバック0番にボールを託しまして、0番カットバック切って右オープン展開し約9ヤードのゲインに変えております。攻撃がこの試合において大きな鍵を握るかもしれません。神戸学院大学出身、杉谷選手の話に戻しますと、アスリートであり、そして大阪体育大学がディビジョン1にあった際に関西学院大学立命館においても奮戦をしておりました。まさにアスリートスーパークォーターバックだったという印象があります。しかし50代を超えていまだに一線で線、プレーができるというのはやはりすごいと思います。さあサイドワインダーズの攻撃に戻ります。
ここでサイドワインダーズは好調な攻撃のランプレーによって攻撃権更新になりました。サイドワインダーズファースター、本来のリズムではないかもしれませんが、しかしサイドワインダーズもなんとか自分たちのペースを作らんと、現在攻撃のランプレーによって状況打開を図っております。サイドワインダーズボールオン相手陣46ヤードに入りましてのファーストダウン10、ビクティさんはそうですね、はい、大体大の杉谷選手です。パス不成功です。パス不成功の判定です。ここでパスプレーに転じましたサイドワインダーズ、しかしそのパスあわやインターセプトというクラブベアーズ20番のパスカバーによりましてパス不成功となっています。見事なパスカバーをしておりますのはクラブベアーズ20番のフルゴー、徳島大学出身のプレイヤーです。サイドワインダーズセカンドダウン10、パス不成功。ここでロングパスを投じました。ターゲット24番の補給力にかけんというロングパスでしたが、オーバーリードのパスでした。パス不成功となりサードダウンに変わります。サイドワインダーズ相手陣にありますが46ヤードからのサードダウン10です。カナタさんありがとうございます。多くの方々にこの試合をご覧いただくきっかけを作っていただきありがとうございます。さあランプレーを投入した。これにより状況打開図らんと包丁な攻撃に託しましたが、しかしわずかに残っております。フォースダウンとなります。フォースダウン残り1ヤードですが、サイドワインダーズパントフォーメーションを取りました。若干ターンボールとなりまして、このパントはベアーズ陣10ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。面白いことに双方の思惑入り乱れたが、現在いまだに双方とも無得点イコールの状態に至っております。第2クォーター残り時間4分を切ったところです。さあクラブウェアーズの攻撃、ボールオンは自陣11ヤードからのファーストダウン10。さあここでしかしサイドワインダーズを見せます。中央へのランプレーを展開しようとキャリア28番に託しましたが、これをサイドワインダーズ77番が殺到しまして約1ヤードロスに変えています。残念ながら77番は、選手名鑑の方には、名前が記載ありませんので本日はどなたかが分かりません。誠に申し訳ございませんが番号のみの故障と失礼させていただきます。鶴代コメント様ありがとうございます。岩谷マイカル戦まさにその通りなんです。さあパスプレーです。このパスは通りました。パス成功です。クォーターバック6番、左に展開していた14番にパスを通しまして約5ヤードのゲインとしています。パスを通じましたのはクォーターバック6番の杉谷、そして取りましたのは14番の佐藤でした。佐藤は日本大学出身のルーキーです。クラブベアーズサーダウン4。さあ短いパスでキャッチアンドラン図った。攻撃権更新はなったでしょうか。わずかに至ってない模様です。フォースダウンに変わります。
ここでサイドワインダーズが前半1回目のタイムアウトを取りました。先ほどのプレー、クラブベアーズ0番の、川野の、失礼しました。川野のキャッチアンドランで攻撃権更新を図らんというところでしたが、しかしこれは食い止めた模様です。川野は関西大学出身のプレイヤーです。あるにもう一つ面白い点は、サイドワインダーズは近年も X 数にありまして、若手選手を多く輩出している、そして存在していますチーム、息のあるチームという状況が保てています。クラブベアーズは非常に苦しい再建期にありましたが、かつての熟練プレーヤー、そして往年の名プレーヤーたちが集いまして、今シーズン賑わせております。さあ、タイムアウトとけまして試合再開となります。クラブベアーズフォースダウン2パントフォーメーションを取ります。陣地非常に厳しいので、まずここは陣地挽回を図らんというところです。このパントも絶妙なバウンドをコントロールしまして、ハーフウェイ付近で攻守交代となります。スリオコメントさんはその通りです。クラブベアーズは先ほどから紹介しております杉谷選手、そして西江選手、古郷選手と元富士ゼロックス J スターズですね、現在のトライアクシス J スターズと同等ですが、X1、X2 で活躍しておりました当時のメンバーが現在このクラブベアーズでも活躍しているという状況でご理解いただければと思います。さあ、攻守変わってサイドワインダーズ、相手陣49ヤードからの攻撃です。ファーストダウン10、パス不成功です。クォーターバック19番プレッシャーを浴びながら左に流れまして、なんとかターゲットを探さんというところでしたが、ベアーズ譲りません。レシーバーをすべてカバーしており、パス不成功に変えています。サイドワインダーズ本来の得意なパス攻撃が、転向面とそして老練なディフェンステクニックを披露していますベアーズディフェンスの前でなかなか発揮できない状況にあります。クラブ失礼しました。サイドワインダーズセカンドダウン10、さあランプレー投入するが、これもディフェンスが群がります。スピードによって右オープン展開を図りましたキャリア10番ですが、しかしディフェンス集まりまして、ゲインは3ヤードほどにとどまっています。しかしこのあたりは若さあふれるプレーといったところでしょうか。サイドワインダーズ10番は浦田でした。大阪産業大学出身。サイドワインダーズサーダウン7、パス成功、ファースダウン。クォーターバック左に流れながらワイドレシーバー8番にパス、内側に切れ込んだ8番見事にキャッチしまして、攻撃権更新になった模様ですが、しかしここでホイッスルが吹かれています。イエローフラッグが投じられました。オフェンスの反則です。ホールディングがありました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。先ほどのプレーの際にオフェンスのラインマンの選手がおそらく相手選手を掴んでおりました。反則発生地点から10ヤード抜退し、先ほどのサードダウン繰り返しという形に変わります。先ほどのパスが非常に見事だっただけに惜しいプレーとなります。さあ、サードダウンロングの状況になりますが、サイドワインダーズどのようにしてこの状況を打開図るでしょうか。サイドワインダーズサードダウン17、
ス不成功。クォーターバック19番ここでロングパスを投じました。ターゲット4番にそのパスは投じられましたが、見事なパスカバーをベアーズ見せまして、このパス不成功となっています。サイドラインダーズフォースダウンに変わります。先ほどのパスカバーも実に見事な位置に体を入れ込み、相手のレシーバーが飛び込めない状況を確保しました。見事なテクニックを披露しております。サイドワインダーズフォースダウン17、パントフォーメーション。このパントは非常にコントロールされたパントになり、ベアーズ陣7ヤード付近に抑え込む形のパントとなりました。攻守交代となります。さあこの試合まもなく前半戦終了が近くなってまいりました。残り時間59秒でクラブベアーズの攻撃となります。クラブベアーズファーストダウン10。さあ中央へのランプレーを投じました。これはサイドワインダーズ陣もディフェンス集まりまして、ゲイン1ヤードほどにとどまっております。カナタ様メッセージありがとうございます。杉谷選手確かに、現役にこだわられているというふうにお聞きしておりますので、いろんなチームでプレーされているとは聞いております。残念ながらどのチームに何チーム渡り歩いたまでかは私も、存じておりません。確か一部ですと、マイカルとかそういったチームにも、マイカル失礼しました、ブラックイーグルスなどに、アズワンやブラックイーグルスなどにもおられたというふうには聞いております。さあ再び中央のランプレーですが、これはサイドワインダーズ食い止めます。ここは意地を見せんというタックルでした。杉谷選手の話に戻しますが、私が知っている範囲ですと、10年ほど前から取り続けた際には、フジゼロックス J スターズでした。以来 J スターズで、奮戦されていたとは記憶しています。ここで前半の時間がなくなりました。前半戦終了です。前半終えましてサイドワインダーズ0点、クラブベアーズ0点、両者無得点で前半戦終了となりました。おそらくはですが、ご存知の方ならば戦前の予想を大きく裏切った非常に面白い試合になっているということがご理解いただけようかと思います。クラブベアーズは再建期に一は長くありましたので、おそらくこの試合はサイドワインダーズがそのまま完勝するのではないかと思われましたが、ベアーズ整えてまいりました。この状況にありましてサイドワインダーズを見事に封じ込む形になりまして、双方とも無得点でこの前半戦を終えております。非常に面白い展開となってまいりました。さあこのハーフタイムでどのような状況がこれから生まれるでしょうか。これからの作戦タイムに期待したいところであります。このインターバルを配信においても休憩の時間とさせていただきます。後半戦開始まもなくとなりましたら再び音声を入れさせていただきます。さあ審判団フィールドに戻りまして、まもなく後半戦再開の時を迎えようとしています。前半戦を終えまして双方ともに無得点という状況で前半戦を折り返しました。ある意味非常に意外なほど好勝負になっております。その点におきましてはクラブベアーズ見事にこのチームを立て直してきたという印象を受けておりますし、またサイドワインダーズも思わぬ形で強敵はだかっているというその脅威を受けているという感を見受けます。そしてそこに大きくもう一つ影響するのが、本日非常に極端に天候が変わりました状況です。急激な寒気、さらにその中で雨の後の風がある状況、これが大きく作用している感を見受けざるを得ません。さあ非常に大きな意味を持ちます第4節のこの試合、結末はどのような形になるでしょうか。まもなく後半戦再開となります。
北野様もメッセージありがとうございます。非常に緊張感あるいい試合になっていると私も思います。パウエル・パウエル様もメッセージありがとうございます。さあクラブベアーズのキックオフで試合再開となります。さあ低いキックを蹴りました。このボールまだ点々としておりますがエンドゾーンに入りましたのでタッチバックとなります。キックオフのボールがエンドゾーンに入るとタッチバックの判定となり相手チーム自陣25ヤード間の攻撃に変わります。どうやらベアーズは本日の風を影響し考えてでしょうか、パントおよびキックオフすべて低い弾道で蹴っております。このあたりも経験から生まれてくる戦術というふうに感じます。さあサイドワインダーズの攻撃、ボールオン自陣25ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。さあまずパスから入りました。左に展開していましたワイドレシーバー12番のパスですがコントロールミスです。パス不成功でセカンドダウンに変わります。サイドワインダーズセカンドダウン10。パス不成功です。ナイスパスカット。今度は右に展開した12番のパスでしたがこれは見事にパスカットしましてパス不成功となっています。サードダウンに変わります。サイドワインダーズサードダウン10。パス不成功です。サイドワインダーズ3回パスを続けましたが全て不成功となりましてフォースダウンに変わります。さあ結果的にはフォースダウン10でパントフォーメーションを取りましたサイドワインダーズ。ベアーズリターン試みます。左展開していく。リターナー82番サイドライン際駆け上がりまして自陣43ヤード付近からの攻撃を得ます。攻撃権はベアーズに変わります。どうやらサイドワインダーズパス攻撃いまだにそのリズムの、テンポを戻せていない感が見受けられます。さあ返す刀でベアーズの攻撃、ベアーズ自陣43ヤードからのファーストダウン10。パス成功です。クォーターバック6番プレイアクションからワイドレシーバー14番にパスを通しまして約3ヤードのゲインとしています。クォーターバック6番の杉谷のパスは通っております。ワイドレシーバー14番の佐藤に通りました。日本大学出身。クラブベアーズセカンドダウン7。パス成功。今度は左スプリントアウトからワイドレシーバー14番にパスを通しました。約6ヤードのゲインに変えています。これはかつてアスリートクォーターバックとして鳴らしていた時の杉谷のプレーと感じました。
クラブベアーズサーダン残り1ヤード。ここはサイドライナーズナイスディフェンス。この距離45番の突進によって突破はからんというところでしたが、ここでサイドウィンダーズ47番素晴らしい出足を見せまして、このラン阻止、フォースダウンに変えます。サイドウィンダーズここはディフェンスで見せました。47番は村越、兵庫県立大学出身。クラブベアーズフォースダウン3、パントフォーメーションを取ります。ボールオンはハーフウェイ。さあリターンに入るサイドワインダーズ。果敢なリターンで自陣30ヤード付近の攻撃を得ます。攻守変わりまして、今度はサイドワインダーズの攻撃に変わります。さあサイドワインダーズは自陣30ヤードからの攻撃に入ります。サイドワインダーズサードファーストダウン10。ここでオプションプレーを展開します。ラニバック1番にピッチしまして、右オープン展開を図りましたが、このゲインは1ヤードにとどまっております。キャリア1番は中田です。桃山学院大学出身。サイドワインダーズセカンドダウン9。クォーターバック18番、パスを投じようと左にスプリントアウトし、そこからスクランブルに転じました。約3ヤードのゲインに変えております。見事な判断でこのプレーをゲインに変えましたのはクォーターバック18番の渡辺でした。兵庫県立大学出身です。サイドワインダーズサードダウン7。パス不成功。クォーターバックジャシマン、ここでパスによって突破はからんというところでしたが、ボールをジャックルしました。その隙を見計らってディフェンスベアーズ殺到しまして、結果的にパス不成功に終わらせております。フォースダウンに変わります。サイドワインダーズフォースダウン7、パントフォーメーション。このパントターンボールとなりまして、ハーフウェイ付近で攻守交代となります。攻撃権はクラブベアーズに変わります。さあ今度はクラブベアーズ後半2回目の攻撃シリーズに入ります。ボールオンはハーフウェイからの攻撃。クラブベアーズファーストダウン10。パス不成功。ナイスパスカット。クラブベアーズここでオプションフェイクのプレイアクションパスを投じましたが、
このパスをカットしましたのは、サイドワインダーズ0番、先ほど好調なランプレーを見せておりました工芸、ディフェンスでも奮闘しております。あわやインターセプトという素晴らしいパスカットでした。クラブベアーズダウン1つ変わりまして、セカンドダウンに変わります。ボールオンハーフウェイ、クラブベアーズセカンドダウン10。パス成功です。パス成功の判定です。クォーターバック6番、プレッシャーありながら右スプリントアウトからワイドレシーバー89番にパスを投じまして、約9ヤードのゲインです。タックルをされた際にボールを落としましたが、その前に外を、サイドライン踏んでおりましたので、ここでプレーは終了しています。パス成功となりまして9ヤードゲインです。取りましたのは89番の寺崎でした。大阪体育大学出身。パス不成功、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあこの反則を果たしてどちらのチームにやったでしょうか。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、前パスが浮いている間に相手選手に接触妨害をしたという反則です。この反則は双方ともにありますが、今回はディフェンスチームにありました。反則がありました視点まで前進を許し、そこでファーストダウンとなります。従いましてクラブベアーズ相手陣31ヤードからのファースト点に変わります。パス不成功、ここでクォーターバック6番ロングパスを投じました。ワイドレシーバーの走力にかけた、パスでしたが、しかしディフェンスカバーよくパス不成功となっています。クラブベアーズセカンドダウン10。ここでワイドレシーバー16番にヒッチパス、そこからキャッチアンドラン図らんというプレーでしたが、ここはサイドワインダーズディフェンス陣殺到、ゲインを1ヤードにとどめております。しかし厳しい中見事にキャッチしましたのはワイドレシーバー14番の佐藤でした。日本大学出身です。クラブベアーズサーダウン9、失礼しました、サーダウン8に訂正します。さあディフェンスビッグプレーを見せたというところですが、ここでイエローフラッグが投じられております。この反則果たしてどちらのチームにありましたでしょうか。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手エリアに侵入しておりました。ディフェンス5ヤードバッタイ、従いましてオフェンス5ヤード前進し、サードダウンのやり直しとなります。
クラブベアーズサーダウン3。パスは成功。さあ左に展開した82番へのパスは決まりましたが、わずかに攻撃権更新至っておりません。フォースダウンに変わります。さあ残り1ヤードという状況ですが、フォースダウン、ボールオンは相手陣22ヤードにあります。クラブベアーズフォースダウン残り1ヤード、プレー選択します。フォースダウンギャンブル。パス成功。フォースダウンギャンブル成功。ここでパスプレーで突破しました。クォーターバック6番、右に展開しておりましたワイドレシーバー28番にスラントパターンのパスを投じ、タックル受けながら28番見事にキャッチし、攻撃権更新です。クラブベアーズファーストダウン。見事勝負どころでキャッチを決めましたのはワイドレシーバー28番の西村でした。大阪学院大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズファーストダウン10、ボールオンは相手陣19ヤード。ここでオプションプレーを展開します。ランニング枠28番、ピッチを受けました左オープン展開を図りましたが、これはサイドワインダーズカバーよくノーゲインとなっています。クラブベアーズセカンドダウン10、さあサイドワインダーズもここで守備が素晴らしい活躍を見せております。パス不成功。クォーターバック6番、右スプリントアウトからパスを投じようとしましたが、ディフェンスのプレッシャーありまして、左におりましたレシーバー82番にパスを投じましたけれども、コントロール定まらずパス不成功となっています。ここでホイッスル。クラブベアーズここで後半1回目のタイムアウトを取りました。クラブベアーズこの好位置をなんとか得点に結びつけんと、ここで作戦タイムを取ります。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現した配信となっております。多くの企業様、そして個人様のさまざまなご寄付、ご支援によりまして、この企画は成り立ちました。皆様のご厚情、大変感謝申し上げます。この企画によりまして、私も X2、X3 の試合の配信のほか、地方学生のアメリカンフットボール、特に甲子園ボールトーナメントに至る各リーグのリーグ戦を取ることも可能となりましたこと、ここでご報告させていただきます。この企画はこれからも継続したいと思っておりますので、何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。さあタイムアウト解けまして試合再開です。クラブベアーズ相手陣19ヤードからサーダウン10。さあ中央へのアンプレー、ここで何枠28番の突進にかけました。28番一気に相手を弾き飛ばさんと中央を切り込みまして、約5ヤードのゲインとなっています。しかしこれによりましてベアーズフォースダウンに変わります。さあクラブベアーズここでどうやらフィールドゴールを狙う模様です。ここでホイッスル。
ここでベアーズ後半2回目のタイムアウトを取ります。このフィールドゴールを狙う際にどうやらメンバーチェンジでトラブルがあった模様です。ここで全員を落ち着かせるためここでタイムアウトを取りました。現在はクラブベアーズが攻撃中という状況でタイムアウトが入っております。さあ試合再開となります。クラブベアーズフォースアンシックスフィールドゴールトライ、キックレングスは33ヤード。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。オフェンスにフォルススタートの反則がありました。5ヤード抜体しフォースダウンのやり直しという形になります。さあ5ヤード下がりましてフォースダウンイレブンとなりましたクラブベアーズ、果たしてここでどのような選択をするでしょうか。戦術を変えます。プレートしました。フォースダウンギャンブルです。11ヤードの突破を図るプレー、フォースダウンギャンブル。パス不成功です。ここでパスによる突破を図りました。左に展開しておりましたワイドレシーバー、14番にパスを投じましたがディフェンスのカバーありましてパスキャッチできず、パス不成功となりました。4回目のプレー失敗となりますので攻守交代となります。攻撃権変わりましてサイドワインダーズに移ります。北野さんは本当に難しい判断だったと思いますが、ここでキックではなくあえてギャンブルに行きました。しかし結果的には無得点となっています。さあ今度はサイドワインダーズランプレーが入る。さあ大きくゲインになっている。ビッグゲインファースター。ここでランニングバック0番ハンドオフから左オープンを独走、鮮やかなランを決めました。一気にハーフウェイまで陣地を押し返す形になりました。サイドワインダーズファースター、見事なランを決めたのはランニングバック0番の攻撃、本日好調に、そのランを重ねております。変な件数様、そうです、現時点ではまだ両チーム無得点のままという状況に至っております。サイドワインダーズハーフウェイからのファーストアンテン、ここでホイッスルが鳴ります。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーター終わりましてサイドワインダーズ0点、クラブベアーズ0点、両者無得点のまま最終クォーター第4クォーターに移ります。ある意味こういった失礼ですが予想外の展開となっています。双方ともに得点が上げれず、逆に言いますと双方ともに素晴らしい奮闘を見せておりまして、ともに無得点のまま最終クォーター第4クォーターに入りました。この熱戦最終決着はこの残り10分に委ねられます。さあ果たしてどちらがこの試合を制するでしょうか。チャットラインもメッセージありがとうございます。鶴岡コメント様、3点欲しかったですね。確かにあのフォルススタートが痛かったと思います。
やはり本日はその気温の低さが大きく影響するか、キッカーにもその影響が出ている模様に思われます。連山建設さんは最終節残り試合どちらが昇格するかわからないという点においても、確かにこの試合は本当に大きな意味合いを示します。金田さんはここまでスコアレスという点においても私も驚いています。個人的にはベアーズの奮闘が本当に私の想像を超えているといった印象です。さあその試合もこのファイナルクォーターで決します。サイドワインダーズハーフウェイからのファーストアンテン、さあパス成功ですが、ここでイエローファール、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、宙にボールが浮いている間に相手に接触妨害しました。反則発生時点でのファーストダウンとなります。サイドワインダーズ相手陣40ヤードからのファーストダウンテン、バック右にロールアウトから構えましたが、そこからスクランブル、判断よく中央切れ込んで約8ヤードのゲインに変えています。クォーターバックは18番の渡辺のようです。兵庫県立大学出身。サイドワインダーズセカンドダウン2、ナイスラン、ファーストラン。ここでサイドワインダーズラニワーク10番にハンドオフ、10番右オープンを展開しまして、タックルを弾き飛ばして攻撃権更新です。サイドワインダーズファーストラン、見事なランを決めましたが、サイドワインダーズ10番の浦田でした。大阪産業大学出身。さあ相手陣20ヤードに入りましてのサイドワインダーズファーストダウンテン、クォーターバック18番ハンドオフェイから右オープンへのランプレー、相手の裏をつくようなカウンターのランになりまして約8ヤードのゲインです。キャリア18番は渡辺、兵庫県立大学出身のクォーターバックです。さあここで勢いに乗ってきたかサイドワインダーズ、相手陣12ヤードに入りましてセカンドダウン2、タッチダウン。ここでクォーターバック一気にエンドゾーンへのパスを投じました。ワイドレシーバー12番、そのパスに飛びつくようにエンドゾーンにダイビングキャッチ、タッチダウン。サイドワインダーズここでタッチダウンパスにより6点獲得となりました。見事このキックも決まりまして1点追加となります。サイドワインダーズ7点、クラブベアーズ0点、ついに均衡を破れました。その均衡を破ったのはワイドレシーバー12番の田原でした。立命館大学出身のプレイヤーがここで大きな仕事を決めております。
さあついに試合が動きました。スコアに変化が生じまして、サイドワインダーズがタッチダウンでリードを取る形になっております。しかしクラブベアーズもまだ奮闘続いております。まだ最後の最後まで試合の状況は分かりません。残り7分36秒の試合の流れに注目したいところです。サイドワインダーズのキックオフ。このキックはエンドゾーンに入りましたのでタッチバックとなります。クラブベアーズ自陣25ヤードからの攻撃に変わります。ついに均衡を破れました。カナタ様、これによって状況がまた変化が生じると思います。クラブベアーズ自陣25ヤードからのファーストダウン10。QB サック。クォーターバックの間パスを投じんと身構えましたが、この隙を見計らってサイドワインダーズ77番が QB サック。パスを投じる前に仕留め、約6ヤードのロスに変えています。クラブベアーズセカンドダウン16。さあここでオプションプレーによる突破を図ります。ラニバック45番ピッチを受けまして右オープン展開、タックルを受けましたがそれを弾き飛ばしまして約8ヤードのゲインに変えています。キャリア45番は川端、北大津高校出身のプレイヤーです。北野様、確かにサイドワインダーズのこれまで、若さあふれる個人技がここで機能したとも考えられます。パス不成功。パス不成功となりました。クォーターバック6番左スプリントアウトからワイドレシーバー82番にパスを投じましたが、82番キャッチミス。パス不成功となりましてフォースダウンに変わります。クラブベアーズフォースダウン8、パントフォーメーションになります。サイドワインダーズリターンに入った。右オープン展開を図りましたが、これはなんとかベアーズ食い止めます。ハーフウェイ付近での攻守交代となります。さあ攻撃はサイドワインダーズに変わります。ボールオン自陣49ヤードからサイドワインダーズファーストダウン10。さあランプレーから入ります。ハンドオフを託されましたランニングバック、相手ディフェンスタックル殺到する中スピンムーブを決めながら約7ヤードのゲインに変えています。サイドワインダーズセカンドダウン4。
パス成功、ファースター。クォーターバック18番右に展開しておりましたワイドレシーバー24番にヒッチパス。そこから24番ブロッカー生かしキャッチアンドラン、攻撃権更新です。ファースター、見事なパスのキャッチアンドランを見せましたのは24番の内藤でした。失礼しました、24番井上でした。大阪経済大学出身です。サイドワインダーズ相手陣38ヤードからのファーストアンテン。パス成功、ファースター。クォーターバック18番右にロールアウトしてワイドレシーバー4番にパス。4番見事にこれをキャッチし攻撃権更新です。サイドワインダーズファースター、素晴らしいパスを投じましたのはクォーターバック18番の渡辺。兵庫県立大学出身、取りましたワイドレシーバー4番は長。神戸学院大学出身のプレイヤーです。サイドワインダーズファーストダウン10です。パス成功、クォーターバック左に流れながらターゲットを探しワイドレシーバー8番にパスを通しこの攻撃更新を図っております。失礼しました、わずかに攻撃権更新には至っておりません。しかし9ヤードの原因となっています。パスを取りましたのは8番の選手です。8番の竹原、神戸学院大学出身です。そしてここをランプレーで獲得する、攻撃権更新になりました。サイドワインダーズファースター、ここは本日高尚なランニングバック0番の高原に託しまして攻撃権更新です。サイドワインダーズファースター、失礼しました、先ほどのパスによって攻撃権更新はなっていたようです。従いまして先ほどのはファーストダウン10の攻撃でした。ゲイン3ヤードのランプレーでした。従いましてこれはセカンドダウンの攻撃になります。サイドワインダーズセカンドダウン7。さあ再び高原のランプレー、今度は右オフガード付近をつきました。中央を切り上がるように0番、突破しまして約2ヤードから3ヤードのゲインに変えています。サイドワインダーズサードダウン5。パス不成功、ナイスパスカット。ここでタッチダウンを狙うパスをサイドワインダーズ投じました。ターゲットは12番、しかしこれはクラブベアーズ24番が見事にパスカットしましてパス不成功と変えています。フォースダウンに変わります。サイドワインダーズフォースダウン5、フィードゴールトライ、キックによる3点を狙います。このキック決まりまして3点獲得となります。サイドワインダーズ10点、クラブベアーズ0点となりました。そうですね、カナタ様のおっしゃる通り、ここはサイドワインダーズフィールドゴールによってセーフティーリードを確保する形になりました。これによりましてクラブベアーズはワンプレーによって状況を打開することができない状況に至りました。クラブベアーズとしては残り2回得点をするチャンスがなければいけません。さあそれをこの残り時間1分52秒で失礼しました1分47秒で獲得することがなるでしょうか。
先ほど得点を挙げましたサイドワインダーズのキックオフで試合再開となります。さあクラブベアーズリターンに入る。リターナー14番ブロッカーを生かしまして自陣35ヤード地点を確保しております。クラブベアーズ自陣35ヤードからのファーストダウン点。パス成功、攻撃権更新、ファーストダウン。クォーターバック6番左ロールアウトからワイドレシーバー82番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファーストダウン。さあ相手陣48ヤードからのファーストダウン。パス不成功です。パス不成功となりました。クォーターバック6番右に流れてから左にカムバックする形でディープゾーン走り込んだワイドレシーバーへのパス。レシーバーこれに飛びつかんとボールに挑みましたがしかしキャッチ確保できずパス不成功となっています。クラブベアーズセカンドダウン10。パス成功、ファースター。ここで中央切れ込みましたワイドレシーバー0番にパスを通しましてクラブベアーズ攻撃権更新です。ファースター。さあチェーンがセットされますと時計が回ります。クラブベアーズファースターアンテン。QB サーク。クォーターバック6番パスを投じんと下がりましたがそこをサイドワインダーズ47番殺到しまして QB サーク大きなロスに変えています。見事 QB サークしましたのはサイドワインダーズ47番の中谷でした。失礼しました、村越でした。兵庫県立大学出身。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりましてサイドワインダーズ10点クラブベアーズ0点でサイドワインダーズの勝利となりました。クラブベアーズ素晴らしい奮闘ぶりでしたがしかしこの試合最終的にはものにできずここで敗退という形になりました。しかし伝統のある古豪チームそれにふさわしい素晴らしい戦いぶりでした。ナイスファイトでした。サイドワインダーズ非常に苦しみましたが見事この試合勝利しまして3勝を獲得しました。2点で、今シーズンの試合ストラスになります。また次も勝てるように頑張りますので村
これにより昇格争いのその権利を有する形になりました。苦しみましたが非常に素晴らしい戦いでした。ナイスファイトでした。クラブベアーズ、ここでの逆転昇格を狙わんという意気込み、素晴らしい戦いぶりでした。ナイスファイトでした。惜しくもそれはなりませんでしたが、そのフットボーラーとしての意地を見る素晴らしい戦いぶりでした。素晴らしい試合でした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快足を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのはグドンだが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。 OC 様、メッセージありがとうございます。ベアーズ非常に頑張っていたと私も思います。ヘルメット越しに聞く、そうですね、今運転されてるんでしょうね、その、中でアメリカンフットボールをご堪能いただきましてありがとうございます。カナダ様も、メッセージありがとうございます。そのご視聴に皆さんお付き合いいただきまして大変ありがとうございました。本日の配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって行われました。皆様のご支援ご向上によりまして成り立ちました企画です。これからもご協力よろしくお願い申し上げたいと思います。しかし申し訳ございません、この後に続きます最終節、 X3 の最終節第5節は私都合がつかず、現地に赴くことかないません。従いまして配信もおそらくないと思われます。叶いましたらこの最後の一戦、最後の熱戦は皆様現地にてその試合をご覧いただければ幸いに思います。何卒お越しくださいますをよろしくお願いいたします。本日の配信を担当いたしましたのは私道楽屋でした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。